エジプト第29王朝は一般にエジプト末期王朝の4番目に位置づけられる王朝。第29王朝は紀元前398年にエジプト第28王朝の最初で最後の王、アミルタイオスをネフェリテス1世が倒して樹立した。そして紀元前380年ネフェリテス2世が打倒されたことで滅亡した。 ブルックリン美術館に保存されているパピルスの記録に従うならば、第29王朝を樹立したネフェリテス一世はアミルタイオスを野戦で打ち破り、その後メンフィスで彼を殺害した。その後メンデスに首都を置いた。ネフェリテス一世が死ぬと対立する二つの派閥が多いをめぐって争った。一方はネフェリテス一世の息子、ムティスを支援する一派であり。 他方は三奪者プサムティスを支援する一派であった。結局、プサムティスが勝利したが、彼は一年しか統治できなかった。プサムティスは、ネフェリテス一世の孫であると主張するハコルによって、打倒された。彼は、アテナイなキープロスの反乱をエバゴラスから支援を得て、ペルシア人のエジプトを再征服する試みに、効果的に対応することができた。 しかし彼の息子ネフェリテス2世が即位すると、この若年の王は遺産を維持することはできなかった。ありがとうございます。